続きまして、刻み蹴りのバリエーションについてご説明したいと思います。まず相手と向き合って、刻み蹴り。刻み蹴りというのは前の足から蹴る技であって、やり方としては寄り足をして蹴るパターンもあれば、前足を上げることによってスライドして蹴る方法もあります。これは両方とも使い分けてほしいんですが、まず大事なところは蹴りの考え方でもご説明させていただきましたが、上半身をぶらさないこと、軸をしっかりと持った上で上半身の変化がないまま蹴る、これがすごい大事なことになります。一回やってみます。相手を足の後ろ足を引きつけるときに、一度引きつけたときはまず開いた状態で引きつけるのではなくて、なるべく引きつけたときに先ほどご説明させていただいたアウトエッジに力をため込んで、それの解放で回転をしながら蹴る。ですので最初の予備動作のときに開いてしまったら、ここを狙われてしまって上段突きを食らってしまう。ですので引くときもなるべく動作を小さく相手にバレないように近づく。その中で回転力と骨盤の切り、これで伸ばして蹴る。また足を引いて蹴る場合じゃなくて、前の足を上げることによってのスライド、これに関してもスライドするときはもう足を上げてそのまま体勢で入る。そのイメージの中で着地を通すに開ける。これをですので、最終的に着地したときはかかとが相手に向かうぐらい、そうすると骨盤が広がるので蹴りにつながる、より長い蹴りがいいと。一回やってみます。でこの刻み蹴りはポイントにつながる場合もあれば、つながらない場合もありますし、動きが多少地味なので、ポイントにならない場合もあるんですけども、私がよく使うのは、試合前に、用意始めの号令と同時に、刻み蹴りを相手に見せること。それによって、相手は距離を麻痺して、その後の戦い方がちょっと狂う場面もあるので、そういう時に使ったり、自分があんまりいいペース配分で試合をしてない時、そういう時に自分のペースをつかむために、わざと遠い距離から蹴りをして相手の距離を狂わせるという方法でも使いますので、いろんな場面に役立つと思います。ですので、自分のゲームメイクをする上でも使っていくと効果的だと思います。はい、続きまして上段蹴りのバリエーションについて説明させていただきたいと思います。次は、中段突きの時にもやりましたが、相手の技を誘った後の上段回し蹴りをしたいと思います。この時に相構えになって、先ほど突きの時も説明させていただきましたが、あえて上段突きを狙わせる。その時に相手がちゃんと突きやすいような格好をこっちがあえて作ってあげる。それによって相手が狙ってくるタイミングをしっかりと測りながら、このタイミングでまっすぐ行ったらやられてしまうので、体をこの距離感、あえて近づいたんですが相手が来るので、この距離感を離すと同時に蹴る。これが相手がここのラインだったら狙えるというようなイメージの中でついていきますが、ここを外すことによって隙が生まれますよね。この隙を蹴る、こういった練習です。ちょっとゆっくりやってみます。相手にあえて上段を狙わせる形を作ってあげる、誘導してあげる、これが大事なので、ここをしっかりとした上でゆっくりの中で早く展開している上段蹴りを、こういう技を少しやってみたいと思います。早く蹴ります。反対します。
あえて緩急をつけることによってすぐ行ってすぐ引いてしまっては、この選手もあおかしいなと思って攻撃はしてこないので、あえてゆっくり狙わしておいて、来るかどうか確認して来た時に体のスウェイを利用しながら、このスウェイをしながら足を上げる、スウェイをしながら足を上げる。これによって相手の攻撃は入りませんが、しっかりとした蹴りが入る。しかもガードがない上で入るんで、ポイントにつながる確率は高くなる。そういった練習方法もあるので、ぜひ試してください。